妖日市場駅は千葉県創作市妖日市場にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。総武本線の地は、長子間をかつて運行していた普通列車で桜松木市間で総武本線を経由する列車の行き先表示に妖日市場周りと表示されていた。道路線から撤退した211系3000番台、近年導入された209系2000。 2100番台は単に総武本線表示のみである。駅ホーム駅ホーム生端、写真中央が南北自由通路相対式ホーム2面に線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。2012年4月頃までは、鳴門駅管理の直営駅であったが、同年4月頃より駅業務が JR 千葉鉄道サービスへ委託され、業務委託駅となった。 簡易水下改札機が設置されている。緑の窓口は2006年4月1日に閉鎖され、新たに、もしもし券売機カエくんが設置された。しかし、もしもし券売機カエくんも2012年3月7日限りで廃止され、翌3月8日の初電時刻からは、指定席券売機が稼働した。木造駅舎を備える。1990年代後半に、 駅舎のトイレが組取り式から推薦式へと変わった。駅舎、改札側と南口広場を結ぶ南北自由通路が2007年9月1日に開通した。また、捜査市により南口広場が整備されて2008年7月にロータリーと共に完成した。以前から捜査市は JR 東日本に対して、 自動改札導入による南口改札設置を求めていた。しかし南口改札設置は実現せず、現在の駅舎、改札を一旦出て、古線橋で南側に出るという方式となった。古線橋と駅舎をつなぐエレベーターと階段の中央に自転車が乗り降りするスロープが設置された。エレベーターは、改札内の古線橋と改札外の南北自由通路を兼用する。 校内外共用型である。改札口付近には生産所があるが、現在は使用されていない。この駅は、駅舎側のホームが2番線であり、1番線は、反対側のホームに当たる。2019年度の1日平均乗車人員は1762人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 創作市の中心市街地に位置し、駅周辺の本町通りは、古くからの商店街となっており、中小商店などが並ぶ。国道126号沿いには、大型ショッピングセンターや商業施設、飲食店などが林立する。創作市役所捜査警察署主な商業施設国道126号沿いの商業施設 JR バス関東。 業界市場駅停留所が設置されており、JR バス、関東東関東支店、捜査市内循環バス、千葉交通が運行する路線が発着する。ただし、千葉交通運行の高速バスは、国道126号沿いに発着する。特急、潮西の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。